はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、皆さん小顔体操って知ってますか？僕今その小顔体操っていうのをやってるんですけどね、その表情筋トレーニングで小顔にっていうのをね見つけまして、やってたわけですよ、鏡の前でね。やり方はこう、奥歯をグッと食い縛って、こうニコッニコッニコッってこう口角を上げて面をニコッてするやり方なんですけども、それやってたらね、僕逆に顔でかなってしまったんですよ。もうびっくりしましたよ。この耳の下の唾液腺っていうところがねあるんですけども、あの唾液を作るね腺があるんですけどもね、そこがこうパンパンに腫れ上がってきたんです。あのねおたふく風になったらね、パンパンに腫れ上がるところなんですけどもね、それをもう鏡で見ながらやったもんですから、自分の顔がだんだんパンパンに腫れ上がってくるのがね、もう見えるんですよ。あかん、こんなん絶対あかんやんって思って、こんなん俺に対したら無意味やんけと思ったんです。まあその病気でね、その骨髄移植して GVHD 拒絶反応で、この口の中がただれてね、唾液が出てこない、正常に唾液腺が機能しないので、まあそんな人間がやると、まあそうなってしまうっていう、ちょっと大変なことでした。ほんまに。ほんまにショックでしたね。小顔になろうと思ってたのに、大顔になってどないすんねんなってね、思いましたよ。まあその、ね、まあ、僕のように、病気して唾液腺が正常に機能しない人っていうのは、やめた方がいいです。まあ健康な人はね、やっていいと思います。病気の人はやめときましょう。それでね、僕が今やってるマッサージっていうのが一つあるんです。それがね、これです。これを使ったトレーニングじゃないな。小顔マッサージですね。これ知ってる人は知ってると思うんですけど、これね。車のおもちゃです。IKEA に売ってます。これを持って、挟んで、ちょっとキリキリ言ってますけど、ひたすらこれでマッサージしてます。これがね、気持ちいいんです。腕とか、足とかもね、やってたら、この車輪がええ感じに回って気持ちいいんで、皆さん IKEA に行って買ってやってみてください。まあまあ気持ちいいです。っていう感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。